ーツ練習教室の久保田です。今回ですねコメントのまた読みたいと思います。今ちょっとレッスンの合間に時間があるのでね、時間があると言ってもあんまりないんですけども、バタバタと読みたいと思います。はい。現時点で新しいものから順に読んでいこうと思います。まあ、読めるものなんですけどもね、読みやすいやつ、まず一番新しいのこれですね。体の構造から動きを説明していただけるのは非常に分かりやすいです。これだけの情報を公開する指導者は稀有な存在だと思います。全部の動画ブログを何度も見て読んで学ばさせていただきます。あ、そうですか、ありがとうございます。これなんでしょうね。バックのスライス踏ん張りがないようにっていう、この動画についたコメントでした。はい、バタバタとね次いきますね。次、これなんだろうな。あ、一応というか、次読みますね。右股関節のターンで、股関節は内旋し、右足の踏み替えで股関節の内旋が解除されると思います。そうですね、そういうふうに説明しましたね。久保田コーチの素振りを見ると股関節をできる限り内旋し、その後右足踏み替え、その後さらに股関節内旋しているように見えます。実際はそのように区切るのではなく、股関節が限界まで内旋する前に右足踏み替えがあって、踏み替えた後も同じ流れで内旋していくという理解でよろしいでしょうか。あ、こういうことですね。わかりました。ですね、フォアハンドで右の股関節をターンしてラケット、コートを後方まで持ってって、でそれからもう一回踏み替えて、もう一度、ラケットを後ろに運ぶという、こういうことですよね。一回ターンして、ここでちょっと緩めて、でもう一回ターンが入ると。それラケットの動き見たら分かるんですけど、1と2としますよね。1の時にターンして、それから2っていう風に2段階で引く感じがあります。ただ、このコメントで最後の方にあるように、実際はそのように区切るのではなく、股関節が限界まで内旋する前に、内旋しきる前に足を踏み替えて、でバックスイング完了の時にもう一回内旋が入るといいという理解でいいと思います。はい、その通りです。ただ動きがわからない場合は、まあ、ちょっと区切って練習するというのは分かりやすいとは思いますよ。あんまり分からないようにね、うわっと一気にやってしまっても良くないんでね。あと、まあ、このターンの仕具合っていうのは細かく分けると1、2で緩んで3でもう一回入るという1、2、3っていう動きにはなるんですよね。こっちでこっちになってもう一回こっちっていう動きがここにはあるんですよね。なんですけども、それいちいち考えると大変なんですよね。例えばバックハンドかなと思ったけど、やっぱりフォアハンドだったりすると、もうほとんどもうそういう時間がなくて、一気にぐるーっと回りながら行くっていう動きになってくると思います。ただそれをね、いきなり覚えろって言われても覚えようがないっていう人が多いと思うんで、まあ、最初は区切って練習するのはいいと思いますよ。で、区切って練習した後に次は区切らずに一気にターンできるかというふうに練習していただければいいと思います。はい。次、これなんでしょうね。うちは夫婦でテニスをするのですが、妻が上下ともノースフェイスを愛用しています。あ、そうですか、私も今ノースフェイス履いてます。テニス系のブランドのものなどに比べると高めなので、ブツブツ言いつつ認めてきましたが、やっぱり違うもんなんですね。組んでミックスの試合に出たりするので、いいパフォーマンスをしてもらうためにしょうがないと思うことにします。あ、そうですか。でもやっぱ違いますからね。これ本当に動きに影響しそうな感じしますよ、これは。はい。これちょっと、ちなみに妻は今のところ久保田テニスには興味を示していません残念ちょっともう今だいぶテンション下がったんで、もうこのコメント最後でやめようかなと今こうちらっと思ったんですけど関心を持ってもらえるように、自分が取り組むことによってはっきりと良くなったということところを見せれるように、これからも取り組んでいきたいと思います。あ、そうですか。あ、ちょっと奥さんの方は見てもらってないですかね、動画。
どんなテニスされるんでしょうね。光悦さん、これ光悦 Y さん。あ、なんか動画上げられてるんですか。壁打ちの動画を、アップされてるようですね。ちょっと、だいぶ雰囲気出てますね。結構やり込んだでしょ、これは。これはなかなか結構いい感じでできてると思いますよ、これは。ちょっと3割3割の最初の振り落としで腕を落とすと同時にちょっと体が前かがみになるのが残念ですけどね。これ逆ですよね。バックスイング完了の時に少し倒れてて、でバックスイングが完了した時に少し倒れ気味で、で体を起こして本当はやりたいんですけども、バックスイング立った状態でやって振り下ろす時にこうやることで、おそらくここを開けてるんだと思うんですよね。これからのこういう開けでやってますよね。じゃなくてこっから最初は立ってても斜めでもいいんですけどね、振り出した時はやっぱり起きてほしいんですよね。このまま構えたんだったらこのまま振り出してほしいんです。でも実際のコートでの打ち合いなんかはフォアかバックか分かんないとか、移動距離とかもあるんで、ちょっと構えるときはこういう姿勢になる方がいいです。斜めになってる方がいい。で斜めの後に振り出して腕が出てくればいいですよね。基本的に体をここから斜めにして、でしかも出すってできないんですよね。だいたいこう斜めになるとその分腕って後ろに行きたくなると思うんですよ。こういう膨らみにしたくなると思うんですよね。それを無理やりこっちに持っていくというのはちょっと無理があるというか覚えづらいんですよね。多分実践打ち合いだったり試合するとやっぱり崩れると思いますよ、このやり方だと。最初にこう傾いておいて起きて打つっていう打ち方を練習するといいと思うんですよ。でそうすることによって膝ももうちょっと打球する瞬間から打球後までもっと足もこう楽になると思いますけどね。今ちょっとこう斜めになった状態で振ってるんで、足がなんかこう地面にへばりついてというか自由に動かせない感じがありますよね。でだし姿勢でやると動かさない方が遠い球もそのまま手を伸ばして打つという動きになるんで、私がやってるのとはちょっと違ってくるんで、でその辺気をつけてスタートの構えの時に、前かがみ少しほんの少しですよ、あまりこうやりすぎたらダメですよ。まっすぐよりはちょっと斜めになってるかなぐらいの感じで、このぐらいになっておいて、ちょっとこうやった足のこの斜めぐらいになっておいて、それから起きて、で腕が出てそれから打つっていうこの流れがいいです。こういう流れにするといいですよね。こういう流れにするとこっちがいいです。でこうやってる時にボールの方にもうちょっと寄ってくれると、いいと思います。まあ寄せやすくなると思いますよ。構えで手開いて、で起きて手を前に出して、でそれから打球をするじゃないと、バックスイング完了して下ろした後の振り出しが渋くなるんですよね。軽く流れて出てこないんですよね。なのでその辺気をつけて、そうすることによってフットワークも変わればと思います。はい、結構されてますよね、これ動画。あ、いっぱいあるんですね。7ヶ月前からあるんですか、これ。でも今私が見たのはですね、これはいつのでしょうかね、2019年9月16日公開の分を今見ました。ちょっと他はまだ見てないんですけども、それを見た限りではちょっとその辺、できればいいかなという気がします。それでちょっと左腕のポジションもちょっと変わると思います。全体のポジションが変わると思います。はい、そんな感じで
じゃあ次行きますね。次はですね、専門用語の世界に引き込まれる策に私はまんまとハマったわけですね。肩の内旋とか前腕の海内の動きのことですよね。あんまり最初からねその辺のことを言うと分かりづらいんでね、二重に回るっていうのがやっぱりちょっと分かりづらいんですね。あと手首も動くとかってなるとすごくその回旋、腕の回旋っていうのは難しいんですよね。だからまあブログの方でもそうなんですけれども、あまりそういう言葉使ってないですよね。ブログの方でも結構内旋とか肩の内旋とか海内とかっていうのを分けずに腕の内旋とかっていうふうに簡単に書いてるんですよね。ただでさえ言葉っていうのは難しいんで、勘違いしないようにと思って、あとやっぱり読みやすいようにと思ってその回旋っていうのはあんまりこう、詳しくはやってなかったんです。なんですけれどもね、やっぱりちょっとどうしてもねいろんな状況を考えるとやっぱり説明しないといけなくはなります。より厳しい状況になるとやっぱり前腕の回旋っていうのは使い勝手がいいんでね。だからそれがメインになってしまうとまずいってことなんです。怪我しやすいで、ちょっと他の方は何かコメントあったと思うんですけども、他の方のコメントでですね、前腕回旋の場合は腕を落とさずにボールを向かうため、腕肩が緊張しやすい、そのため筋力を余分に使いやすい、ある程度筋力がないとやりづらい、筋力のある男性の場合も腕の緊張が原因でミスや怪我のリスクがある、レベルスイングのためスピン量が増しづらい、レベルスイングってこのまま増えたことですかね、などがデメリットかと思いますというふうに、書かれている方はいるんですけども、いやこれそうでもないんですよ。前腕を使うと、余計な筋力を使うってわけでもないんですよね。これ教えるとき、もしくはそれを習得するときに怪我がものすごく多いから私は使ってないってことなんですよ。ここから前腕、この部分をその肩の上腕はそのままにしておいて肩の回旋を使わずに前腕でこういう動きができるんですけども、これはこの速さに乗ればものすごく使い勝手が良くて楽なんですよね。逆に楽なんですよ。楽なんですけども、その楽な部分、楽な動きを教えるっていうのはすごく難しいんですよね。楽にしたら違う方に回ってしまったっていうことがあるんでね、こうやらないといけないのがこっちに回ってしまったってことがあるんで、これここ場所変わってないですからね、肘が曲がる場所変わってない、でもヘッドが落ちたり上下があるんですよ。これ上下がで、上下がないのもあるんですよ。これ手首の形もちょっと違うんですけどね。でそれを、教えるのがすごく難しくて、で、まあ、習得してしまえばそれなりに怪我もしなかったりするんですけれども、やっぱちょっと女性の怪我がものすごく多かったんでね、でその辺は私がもう前腕はロックということで、肩の回旋というふうに、教え方を変えていきまして、で自分もそっちにするようにしました。ただ、肩の回旋、前腕ロックして肩の回旋して、打ってる方が、何がいいかというと、ミスヒットした時に、手の怪我がもう全然なくなるというか、肩の回旋、止めた状態で肩の回旋、肩の動き、この動きとこの回旋でやってるとミスヒットしてもこの辺、そんな影響を受けないんですよね。バーンっていう手のこう痺れとかそういうのもないんですよね。だからこの辺前腕緩めて打ってる分で回してる時にミスヒットすると結構肘から先の振動っていうのは強いんでね、すごく痛めやすい、腱鞘炎とかにもなりやすいんですよね。その辺もあります。なので、あともちろんレベルスイングのためにスピン量が増しづらいっていうふうにも書いてあるんだけど、実際のスイングはやっぱ速くなるんですよね。その流れの中での面の開きなんでそんなに上下はないんですけれども、この速さがすごいんでスピンも結構かかりますよ、はい、結構かかるというか、肩の回旋でやるよりはまだかかると思いますよ。前腕使った方がね、実際私も肩の回旋メインでやるんだけど、もっとスピンロブとか打ちたいなと思うときは前腕も使いますからね、ダブルで使いますからね、ダブルで、はい、そんな感じです。
ですね、ざざーっと読みましたけどもいかがだったでしょうか。こんな感じで一旦ちょっと動画長くなったんでここで切ってまた動画を撮ります。コメント読みます。今回は以上です。